皆さんこんにちは、こんばんは。メイン MC のプーです。アシスタント MC のリーです。よろしくお願いします。お願いします。ということで8月1戦目アウェーでザスパ草津群馬戦ですか。はい、ザスパ草津群馬戦です。まあ前半戦、まあ覚えてる方もたくさんいるかと思いますが、まあ北関東苦手ということで0対1で負けたということでね、前半戦の雪辱も果たしたいところではあるんですが、まあザスパさんあまり調子が良くないと。まあ聞くところによるとそうなんだよね。天皇杯勝ってたりとか、ちょっとおっとざわついた部分もあったけど、リーグ戦見てみると7月だけだとね、あんまりよろしくない成績なのかな。そうね、最後の最後にまあ山形に勝って、で甲府に引き分けてなんとか勝ち点もぎ取っていったもののって感じではあるんですよね。っていうことで、はい、まあ、千葉もねちょっといくつかありましたが、かなり群馬さん補強と離脱が激しいということで、メンバーリスト見ていきましょう。はい、まあねちょっと駆け足にはなるんですが、まず最初にフォワード背番号40番鈴木邦友選手が、あれあれ、まあ、山形にレンタルしていたのが、まあ、松本に戻って、松本からまたレンタルみたいな感じなんですけど加入しました。いやいい選手だよね彼も。そうで、まあ、前節甲府戦に先発出場したんですが、なんと前半29分で負傷交代、なんか松葉杖で出ていきましたみたいな情報も入っております。まあ加入したて、そうだね、だからねちょっとまあ残念な部分でもあるけど、まあかなりね、まだまだ他にも補強を、そうなんですよ、していますからね彼らは。でそんな中で、まあ、ちょっとフォワードどうなってくるかなと思っていたのが、まず最初に離脱情報、背番号、まあ、こちらのメンバーリストからはもう抜いちゃってるんですけど、あの山根とは選手、フォワードのねウイングとか張ってた選手が、はいはいはい、横浜 FC になんと同一カテゴリー移籍してしまうと。そうだね、リーグ中期間中ってあんまないよね同一カテゴリーに。そうね、引き抜きありましたけど、本当にねあの2節前の試合とかにスタメンで出ていた選手だったので結構びっくり。そうそう、でその代わりといってはなんですが、横浜 FC からディフェンスのね高木選手、そして清水から川本理央選手、ジェフもゴール決められましたね前半戦。そうだね、岡山に所属していた選手がこれもねレンタル戻って、清水からレンタルと。あれだよね、前回対戦から見るとはい細貝も、あそうだね復帰してるね、いなかった選手だよね、うん、細貝はじめが、まあ、怪我とかで出れてなかったのがやっと戻ってきてみたいなところはありますね。まあね選手層がちょっと厚くなったり、そうですね、という部分ではね、まあ国友の離脱ありますが2人しっかり補強してきている、きましたね。っていうことで、まあ、ジェフもいろいろと変わったところがありましたということで、まあ、試合の展開予想見ていきたいと思います。はい、まあ、まずは展開予想なんですけども、まあ、あまりね守備群馬強くないということで、まあ、サイドを生かしたいと、カウンター狙いたいねと、まあ、なぜこんなことを言うかというと、戻ってきた選手がいっぱいいるんですと。いやー岡山戦暑かったね、ちょっと暑かったよ。もうスタメンの我々ツイッターで毎日スタメンいち早く更新してるんですけど、佐々木、末吉、一世、米倉、みんな戻ってきたね。そしてそしてアシスト、いやアシストではないか、はい、はい、得点に絡んで、いきなりね得点に絡みまして、田辺選手ですね。田辺あれすごかったね、一気に持ってったもんね。いやーね、でまあインターセプトのところからねかなり良かったよね。そうですね、本当に自分の味方のゴール前でボール奪ってそのまま運んでソロモンにつないでゴールみたいな、ね、いや本当にもう1点いくんじゃないかなとかちょっと期待した部分もありますが、はい、まあ復帰した選手含め新加入の田辺選手含め、そうですね、また熾烈なねメンバー争いが始まったというか、はい、ですよ、はい、フォーメーションどうするっていう。そうなんですよ、ね、もう一回立ち直るとフォーメーションどうすんの俺ら。ちょっとこの守備の穴が重要というふうに書いてはいるんですが、まあ、ちょっとセンターバックどうしたみたいなところも話すために、まあ早速ねスタメンちょっと見ていきましょう。はい、まあ3バック戻りましたね。まずそうなんだよね、まあ、5バック気味というか、まあ、ウイングがかなり動いてみたいな感じではあるんですけども、でまあ田辺選手が入って、まあ、途中から末吉選手が入って結構サイド攻撃生き生きしてきた部分もあり、うん、ただちょっとなんか我々、まあ、見ていった中でちょっとなんかミンギュと一輝と、まあ、田辺も含めてなんか位置取りが悪かったりセンターバックちょっと危うくないみたいな
部分もありなんじゃないかなと。そうなんだよね。っていうか、フォーバックの方が守備安定してたんじゃないかっていう、そうなんですよね、ちょっと思った部分の前半と、はい、3バックは3バックでやっぱり攻撃に魅力を感じる部分、そうですね、サイドウィングのね末吉とかの使い方的には3バックの方が面白いのかもしれないというところで、はい、ミンギュだよ、ミンギュ。そうですね、注目選手あげましたが、前節なんか失点のところもさ、ミンギュ選手の頭、まあちょっとボールのね処理の仕方とかがちょっと甘くなってしまってみたいなところもありましたが、なんか3バック締めてたのはやっぱりミンギュ選手なんじゃないかなってとこでね。まあそうね、もともとはね、もともとはそうだったけど、やっぱ久しぶりの3バックに慣れてない部分とかまた出てきちゃったなっていうのはちょっと感じるかな。なんか言うて1ヶ月半ぶりとかなんですけど、ちょっと3バック忘れてる感ありましたよね、守備の連携あるし、まああと田辺が新あまあそうですね加入っていうところで、田辺くんのあの立ち位置っていうところを含めて、はい、3バックにもう一回慣れていくのか、3バックを継続していくのか、はたまたそうですね4バックで田辺サイドバックとかっていう使い方もあると思うね。確かにあるし、はい、まあちょっといろいろと見ながら、そうですね、見ていきたいところで、で一応まあ最後にまああまり触れなかったんですけど、まあフォワードの方、はいはい、まあ起用のベストはなんだろうなというところは、高木選手がね復帰早速前半17分で負傷交代しちゃったわけじゃないですか。そうだね、なので2列目にブアニカ選手とか使わざるを得ないのかなってところで、フォワードの起用も注目かなと思います。そうだね、まあなんかね、ブラジル人取りましたしね。そうですね、我々忘れているかもしれないですけど、ロペス選手、まあそういう選手が2列目でね、ブアニカないし、そうですね、まあ高木の良かったところはスプリント力だけどね、間違いないです。あの怪我の感じ、あの退場のした感じ、ハムストリングやったのかみたいな感じでね、ハムストリングの感じがするとちょっと怖い部分ありますね、はい、はい。では一方で群馬さん、ちょっとどういったスチームなのか見ていきましょう。はい、もう徹底して自分たちのスタイルを貫いてくると、まあずっとそうなんですけどね、大月スタイルはもうなんかね、セットプレーに命かけてるみたいな、そんなチームなんですよね今年も。怖いよね、キッカーがいいよね、 そして誰が蹴ってもいい、まあそうですね、変な話、このダブルボランチもそうですし、まあ、高木選手とかねそこら辺もうまいところ持ってるし、ただね前節見てる感じ、鈴木くんにともにとりあえずボールを預けてそこから展開していきたいみたいなのが最初の方あったのかなっていうのは見えたんですよね、はいはい、なのでちょっと、まあ、川本選手に関してはポストプレイヤーって感じじゃないので、そこがいなくなってしまった中で、まあ、どうなるかなと。ただやっぱりなんか0対0みたいな展開は群馬有利にはなりかねないので、そこは気をつけたいですね。で、まあ、スタメンなんですが、まあ、こんな感じで来るかなと、今のベストメンバーですね。いや強力だぜダブルボランチ、言っとくけど、これ岩上細貝、この2人がボランチになってからねいいよねって。でしかも注目選手に挙げたんですけど、細貝選手が帰ってきたことによって風間選手がボランチから弾かれて右サイドに行ったと、はいはい、まあ、風間兄弟対決なんですけど、本来さいるべきポジションに戻れたってことだからね。まあそうですね、結構サイドもできたりしますが、風間的にはまあ本当に今いいんですよね。山根選手がねサイドでいなくなって、ドリブルの脅威っていうのはなくなったかなと思ったりするんですが、しっかりねバランスを取れる選手なので、まあ、風間選手がサイドに入ることによってフォワードの選手も生きるかなと。かなりさ、まあボランチこの2人とさ、はい、うちのボランチのタイプさ似てるというか、肉弾戦を得意とするボランチ2人じゃないですか。あ、まあ確かにそうですね、結構インターセプトとかも上手いですね。なんでここのボランチとうちのボランチのやり合いとかすごいね、今節鍵になってくるというか。確かにね、千葉もちょいちょい離脱選手がね、熊谷選手とか含めいますのでね。そうね、まあその中でねやっぱりセットプレーお互い強いもの持ってるから、はい、まあ、ファールしない、ファールで止めるのか、ファールをしないで止めれるのかっていうところの繊細さとかも含めて、ね、ボランチちょっと期待していかないとなあというところですか。そうですね、まあ、ただやっぱり順位的に考えるとしっかり勝たなきゃいけない試合だと思います。もうね、そうだね、北関東に弱いとか言ってられないですから。言ってられないです。それでは来週勝ってお会いしましょう。柏には負けられない。